放送席、放送席、ヒーローインタビューです。ジョブヒーローは、レイアップヒーロー、菊池浩二さん。ありがとうございました。あの、10回の冒頭、起点となる勝ち越しタイムリーでした。どんな気持ちで、バッターボックスの方でしたか？2打席目のチャンスじゃなくて、みんながチャンスを作ってくれたので、何とかしたいと思います。そして、そこから飛んだ川村選手の方向、あの方向はどのようにご覧になったんですか？いつも通り新井さんが